そうですね。まあ、その引退する一つの大きな要因は、まあ、僕自身のちょっと右膝が限界を感じたといったところで、まあ、パフォーマンスする上ではまだ全然限界は感じてないんですけれども、競技レベルでパフォーマンスをするといったところで、まあ、こう練習をこう積んでいく中、特に今シーズンなんですけれども、まあ、レベルを取る上で その技術的な部分で僕自身の努力ではどうしようもできないところに来てしまって、それ以上を求めてやっていきたいんですけれども、そこに体がついていかないといったところがまず一番大きな理由で、そこを今シーズン感じてしまって、もうこれはもうそこからこうもうちょっと頑張れるというか、そのことを払拭することができず、もうこれで続けていっても、この僕のその成長といった部分ではこうやっていけないなっていうふうに思ってしまったので、まあ、それをこう村本香里さんの方に、まあ、四大陸選手権の後にお伝えしてしました。すごい喋っちゃった。失礼します。そうですね。四大陸五課の方に大ちゃんの方から、はい、まあ、まあ理由と今シーズンをもって引退するっていう話を聞いた時に、私の方も、まあ、結成当初まずは2年スタートからっていうところから始めていたので、まあ、いつ大ちゃんから引退するって聞いてもそれは覚悟していて、で実際にお話を聞いた時全くびっくりはしなくて、あ、そっかみたいな感じの、やっぱそうだよねっていう、多分結構こう自分の中では驚きはなく、で私の方も大ちゃんの方から聞いた時に、まあ、その、まあ、限界はまだ感じてはいないんですけど、これ以上にこう最高のパートナーはいないなっていうのを感じていますし、なんかまだまだその大ちゃんといろんな作品を作りたいって思えたので、まあ、新しいパートナーを探すっていう選択肢は全く出てこず、私の方も、まあ、これが世界選手、今シーズンの世界選手権が最後だなっていうのをもう決めて、で、まあ、結果国別対抗戦っていうのもあったんですけど、本当その両試合を終えてもう本当に最高の演技が滑りができたので、すごい今は嬉しく思ってます。そしてなんか自分の中ではやりきったのかなというか、ずっと目標にしていた記憶に残る演技っていうのが多分できたと思うので、なんかすごい次のステージが楽しみです。